どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。はい、レイでございます。やっていきましょう。地球防衛軍 4.1 第78話、巨島破壊作戦。飛行型巨大生物による被害が拡大しています。報告によると山岳部にある巣から次々と飛行型巨大生物が飛び立っているとのこと。これ以上巣を放置するわけにはいけません。直ちに作戦を開始。今度こそ巣を完全に破壊してください。破壊します。行きましょう。まあこっちにはね、やっぱりブラスト走行レールガンが、走行ブラストレールガンがいるから、とりあえずそれでちょっと巣は攻撃してみるけど、蜂は任せて。俺のリボルバーカスタムで撃ち落とす。うん、頼むよ。あれだな、目標は。そう、リンペットスプリンター撃ってみよう。まあ、こっちも一応なんか、うん、もう蜂いるし。ほんとだ。うわ、あ、でもまだまだ、急、動いてないから。気づいてないから、まだ、気づいてないから、まだ撃たないで。あ、オッケーオッケー。俺もまだ来てないから。うわー、なんか偉いことに。ちょっと待って、ああやりおったで。いや、セーフセーフ。ちょっと起こしてよ。え？起こしてよ。わ、はい、かりました、わかりました。ちょっと待ってね。直接やった方が、押した方が早いなこれ。よいしょ。おい。あ、下押さない、おバカ。お前、お前。よし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 。よかったよかった。じゃあ準備できたら行くよ俺も。ミサイル撃つから。まだバレない。バレない、まだバレてない。前出て、バレてない。前出てもバレない。バレた。あー、バレちゃった。じゃあ巣は任せた。めっちゃ蜂に撃たれてるんですけど、こっちはこっちで結構数落としてるんだけどな。それでもダメですね。即死です。即死？マジか。ちょっと待ってくれ、これはちょっと数的にもな。よいしょ。なんこっちは別に戦えてないわけじゃないんだよな、うん、ただその代わりやっぱり巣穴に対しての攻撃手段を持ってないから俺。まあとりあえずじゃあ再生しよう。あ、オッケー。再生機ね。味方の狙えるかな。あ、俺じゃなくてそっち側があれか。あの味方、あ、でもどっちもどっちか。結局邪魔になるもんね。さあ来い。ベガル BMO3 ベガルタリボルバーカスタン対空兵器オールオーケー。多分届くかな。どうなんだろう。まあいいや、やってみればわかんない。行くよ。じゃ あ先にそっち一撃食らせる。いや、どっちでもいい。じゃあ行きます。できるだけもうハスの数減らしておかないと。あらかじめ引いててくれよ。蜂に当たっちゃって巣に当たんねえんだよ結局。それはじゃあなんか距離が測れないからきついな。でも一応届いてるっぽいな。あ、じゃあ頼むわ、そのまま。俺ちょ、結構蜂の数やってると思うんだよこれ。どうなんだ。上空はとりあえずミサイルで。赤いの出てきたわ。赤い、あいあい。よし、やった、オッケー。やってる。落ちる落ちる落ちる。すげえ。あと俺もアーマー半分しかねえんだけど。頑張って。でもまた呼べんじゃない。スーあれ落ちたんでしょう。え、落ちた。あ、崩れ始めた。一部崩れてる。続けて続けて。いや全部じゃないでしょ多分。まだレールがもうなくなっちゃった。おわ、そんな。でもまあじゃあ次呼んで。はい、俺もリボ、あ、溜まってねえしリボルバー。なんで。あ、呼んだからか。あ、びっくりした。赤鉢いた。よし、赤鉢は俺がやる。よっしゃ、赤橋なんて敵じゃねえぜ。ちょっとリボルバーの中に避難してよ、次が来るまで。うわっちゃい。こうなったら、あ、急げ急げ。乗ったら勝ち、乗ったら勝ち勝ち。
おらーてめえらさっきからいたようで、あれ意外と被害、もうすでにダメージがやばいな。あーオーマイガー、すまん、巣をやってくれ。あれ巣はどこ行った、あれ、あ、いた生き残るから頑張って。大丈夫だ、俺もう死んでっから。そんなバカな、俺さ、そっち行ってレールガン拾い行くわ。残ってるレールガン、うん、弾も、うん、よし、オッケー、俺新しいの出して間で死んじゃった。なるほど、急ぐ。ちょっとまだそれがあるのは助かった。一体よいしょ、じゃあもらうぜ。ええよ、あ、回復させた方がよかったかな。敵の数はそんなでも当たってんのかこれ。なんかあんま感覚がないんだけどな、当たってるっていう。あの巣の中に攻撃すりゃいいのか。さては、いや別にどこ当ててもいいんだけど。どこ当ててもいいの。あ、まだ剥がれた。おお、じゃあ効果ありか。ちょっとやばい、あかりさんは困る。これあれだな、想像以上にこれちょっと棒やばいな。ちょっとハチたちに対して防御力がなんせない、ないな。ちょっとこれは地道にやっていかないと。やばい、こんないたっけ、おかしいな。わーお、わーお、やべー、とりあえずちょっともう、あれレブリーボールがまだだだだだ、うわー気持ち悪い、やばい、退却だ、退却。ダメだ、可能砲弾溜まってないから、まず適当に蜂をちょっとやんないといけないのか。それはじゃあしょうがないね。ちょっとじゃあ頑張るわ俺が。よいしょ、巣を攻撃しない方がいいんだよ、相当巣が来てしまう。先に前衛の蜂をやるってことか。ある程度やってちょっと可能砲溜めさせてくんね。わかった、何それ、ベガルタファイヤーナイト、ちょっとかっこいいんですけど、どこまでやれるかな、どこまでやれるかな、わかんないけど。俺も頑張ろう、俺もちょっと俺のリボルバーカスタムを舐めないでもらえない。俺だ、うーわ、え、あ、びっくりした、影がすげえ近いから来たんじゃねえかと思ったら。ただこの味方偉いのはこっちが攻撃しない限り向こうも撃ってこないのね。うわ、いい色、俺そういうの好き。ザクカラー、ザクカラーでも俺赤い、赤いもん、これ赤の方が良かったな。あ、そう俺量産機の方がいいな、どちらで言ったら。マジでジムカスタムとか最強だと思う。ガンダム史上一番好きな機体だから俺が。さあ来た、じゃあ行くぞ、ちょっと行くぜ。よいしょ、これで気づくかな、何も動きなし、何も動きなし、俺使っちゃったよ、やばいや。えい、ミサイルを撃つぞ。で先遣部隊だけ先にやって、あ、結構しちゃう、まあいいや。あ、でもそんな来てね、いいよいいよいいよ、そうそう、先にこのぐらいならやれる。燃やすのね、ファイヤーナイトって、そういうことか。ただ燃やすなるとちょっと射程足りないんじゃないって思っちゃうんだけど、このぐらいの数相手だとね、ちょっと射程足んないけど、うん、よし、まずは舞台やったか、先に後ろに一体、あ、やってんだ、じゃあ大丈夫だ、ほっとこ、任せた、そいつは届かないし、ろマジ、あー、おー、びっくりした、まだ溜まってねえや。じゃあ撃つよ、続けて。うちのランチャーすげえことになってたな。さあ動き出した。あ、三段砲あるんで、これで適当に牽制しといて。なるほど、そっちの方が効くんじゃねえか、敵に対して。あ、でも近く来てくれりゃ燃えるから、よらば燃やす。なるほど、うる、あのだいぶあれだね、数少ないね、まあ、まだ増援が来てないからかもしんないけど、でもやっぱ先遣部隊やると楽だな、ちょっと
ちょっと学習した、先へ進める。あ、待って、敵いない。あ、出てきた、出てきたけどそんな数じゃない。射撃しよう、こっちから。いいね。あー出てきた、ちょっと呼んどこ。あー、リボルバカスの溜まってねえし。お、カノン砲いける、やってやれ。届くかな。対空はやる、頑張って俺が。おう、何発が当たっちゃったらごめん。ほいしょ、行ってくれ。届いたんかな。今撃った。あ、当たってんじゃん。おお、いいねいいねいいね。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。ちょっと俺もリボルバーカスの新しいの読んどいて、あらかじめ。あ、大したダ、大してダメージ入ってる感はねえ。マジか。あ、お茶。いや、やってみよう。でもできる限りさ戦って、数はいないから、うん、アリの蜂の本当に、うんうん、今までで一番少ないからワンチャンあるよこれ。いや、相当落ちてるわ。うん、意外とそんなにダメージ入ってる。効果ありだよこれ。優勝。よし、来た。あ、挟まれた。いや、このぐらいの数ならなんとかかわせる。うん、地道にやっていこう。今回ちょっと外したかな、あのカノン。分かった、今までこうダメージを一気に当てすぎ、ああ与えすぎたんだよ。だからあんなに敵がたくさん来たんだ。逆にやりすぎた今回。そうね、前回までちまちまやった方がいいんだ。あれ、おお、いいぞいいぞ。あれ、そんな落ちてんじゃん。当たってる俺。めっちゃ近くなったおかげで、俺のリボルバーもちゃんと当たってるわ。いや、そんなやったっぽいよ。え、もうやったの？破壊？成功？できてるっぽい。マジで？これで破壊でいいの？え、じゃあ可能砲相当効いてたんじゃん？意外とね。ちょっと近づこう、念のため。あ、おお、やった。お、すげえ。よっと、可能砲ナイスプレイだったんだ。じゃあナイス、意外と強かったんだな。うん、よかったよかった。よっしゃー、意外とクリアできてよかった。さあ、と、うわー、嫌な予感がする。とりあえず次回行きたいと思います。第79話、闇の幕2、お楽しみに。じゃね、またな。飛行型の巣を破壊することに成功した。しかし破壊した巣は地上に突出した巣の一部でしかなかった。地下にさらなる広大な巣があるのであった。巣が建設される前に地球防衛軍は地下空間に突入する。次回、闇に立つ。君は時の涙を見る。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。